こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、お急ぎ振込はいつ何時に振り込まれますか、やり方を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画ではお金に困った時にメルカリから利用できるお急ぎ振込についてお答えします。メルカリではついにお急ぎ振込という非常に便利なね、振り込む方法が出ました。まずです。10万円未満は手数料210円です。10万円以上ですと手数料0円で振り込みができます。お急ぎ振り込みは1日申請は100万円までです。で、その日に複数回振り込みしても100万円までとなります。0時から朝8時59分までは、翌日振り込みですね。で、朝9時から11時59分までに振り込みと、翌々日、つまり明後日の振り込みとなります。で、現金が振り込まれた際は、通知がメールで届きますので、ぜひ安心してください。よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。